こんにちは。こんにちは。はい、ハットルと申します。今回はですね、古神道研究家の、赤月麗華先生をお招きして、いろいろお聞きしたいなと思ってます。まあ、古神道研究家ということもあるんで、これは女神談義ということなんで、まあ、神道における女神みたいなことをいろいろちょっと聞いてみたいんですが、どうなんですか？神道における女神っていうのは、なんか、どんな感じですかね。いきなりちょっと変な質問でちょっと困っちゃうかもわかりませんけど。いえいえ、まあ、世界にね、女神たくさんいらっしゃいますけど、はい。神道においては、まあ、古事記とか、日本書紀とかに、はい。一応神話となって神様の名前が出てきますよね。はい。その中では、雨の源主っていう、その宇宙の大元の神みたいなのがまず、神様としてあり、はい、で高み結び、神結びの神に分裂してね、はいはい、こういろいろこう、またそこから生まれてっていう感じで、はい、まあ、ちょっと時系列がある感じがするんですけどね、古事記とか、はい、だんだんこう分かれていくわけですよ。はい、でそうすると、まあ男と女っていうか、その性別が分かれるところもあるんですよね。はい、あと、まあ、セットって言ったらあれですけど、男の神と女の神がこう途中からセットのようにして出てくるんですよ。はいはい。このあたりがやっぱり女神と女神が分かれたところで、はい、そこからその女神っていう存在が生まれてきてるのかなと思うんですよね。うんうん、だからまあ多神教の世界では、まあ、多神教では女神もたくさんいていろいろ、まあ、活躍するわけですけど、はい、日本神話だとどちらかというと、はい、なんか女神の補足って言ったらあれだけども、女神とセットで出てくるので、女神独自で、活躍するっていうと、もう本当にアマテラス大神様ぐらいしかいないんじゃないかな。結構セットなんですよね。それもしかしたら日本の特徴なのかもわかりませんね。どうなんですかね。ちょっと他の神話のことはあんまりわからないんですけど。ただなんかまあ地方とか行くとちょっと独立してたりね。ああ、そうなんですね。いろいろ出てくるんですけど。はい。でも代表的な女神っていうのはそんなに多くないんですよね。はい。例えばどんな女神様が？はい。と思いますね。うん。女の人で活躍した人っていうのも過去にそんなにいないじゃないですか。うん。日本も含めかもしれないけども、世界もかもしれないけど、はい、有名人って男の人ですよね。うん。そんな感じで女神も、すごく代表的な女神が、まあ、神社に祀られてるから有名になってるっていうのもあるんですけど、はい、日本にはそんなに有名な女神は少ないですね。まあ、特徴って言われたらどこかわからないですけど、はい、いろいろ地方に逸話が残ってるので、はい、そういう話を読んでると、はい、結局女性のあり方のいろいろな側面が、はい、女神を通して、はい、てるのかなっていうか、こう女神を通して、はい、私たちに教えてくれてるのかなっていう感じで、はい、いろいろこう女性とは何なのかとかね、はい、女性の幸せとは何なのかっていうことを分類分けのように、はい、なんていうのかな、いろんなケースとして持ってるんだと思います。はい。うん、ああ、なるほどね。やっぱりそこのじゃあその分類分けっていうのは、それぞれの神様によって特徴が違うというところはあるわけですか？そうなんですよ。だからこう特徴が独自にあるのでまた面白いんですけどね、それが、まあ、世界の女神みんな独自にあると思いますけど、はい、で日本の神様も世界の女神様もなんか似てる人いますよね。日本同士ではそんなにないかもしれないけど、うん、この女神は世界の何の女神と似てるなとかね。ああ、はい、で女性のいろんな側面を言ってるので。なるほどなるほど、そうですよね。確かに、いや確かにそうだなと思って。そういうのありますよね、確かに。なんかほら、うん、なんか、なんだ、僕もあまり詳しくないけど、ね、ギリシャの女神がローマにこうくっついて集合していったとか、こう名前が変わっていったとかね。そうですね。まあまあ、ローマ神話、ギリシャ神話のローマ版ですよね。多分。うん、名前が違うだけです、うん。だけど、エジプトにも女神いますし、中国にも女神いますからね。うん、はい。はい、ちょっとずつみんな名前違ったりするし、神話も違うんですけど、はい、結構似てたり、ね、うんうん、するんですよね。激しいですけどね、中国とかね。
あ、そうなんですね。神話がね、神話の内容とか、まあ、性は激しいですよね。日本はその割に、やっぱり、古事記とかしかないので、はい、地味な感じで、地味っていうか、その行動そんなにしないので、でそれだけ私たちが、こう、想像できる、妄想は膨らみますよね。はいはい。きっとこの女神こういうことしただろうなとか。ああ、なるほどね、そうそう。自分で作り出すことができるっていうのは面白いのかなと思います。あ、なるほど。うん、あと神社と関連してるので、はい、地に逸話があったりとかして、うん、あのイメージしやすいですよね。うん、あの聖地があるじゃないですか、はい、この花咲夜姫だったら富士山とか、はい、でもまあ鹿児島から来たんですよね。だけど、うん、いろいろ逸話が残ってるから、うん、その女神をすごく人間と同じように考えられるというか、まあ、女神って神様って言いながらすごく人間ですよね、話は。でも、あの、何でもそうなんだけど、擬人化できると人ってすごく分かりやすくなるんですよね。そうですね、イメージしやすい。はい。うん、で、それが、まあ、土地とすごく結びついているっていうのが、うん、古事記の面白いところなのかなと思いますね。それが本当にね、その神様だったかどうかわからないけども、でも神社にその神が残ってて、うん、話が残ってると、もうその神かなと思いますよね。結構足取りを追うツアーとかね、あるじゃないですか。はい。だから、面白いなと思います、そういう意味で、日本の神様。はい、まあ、じゃあ、なんかこう、代表的なっていうか、そうですね。女神様ちょっと。女神なので、恋愛っていうか、愛に関するっていうところで、はい、こういろんな神様がいらっしゃると思うんですよね。はい。そうだな、一番有名なのはって言っても、まあ、何人かっていうか、まあ、いらっしゃいますけど、はい、例えば、あの、先ほど名前が出た、木の花咲夜姫っていう神様が、はいはい、まあ、有名でいますけれども、あの、はい、やっぱり桜のイメージがパッとするじゃないですか、名前から。はい。だから日本人ってすごく、好きになりやすいっていうか、人気があるんですよね。はい。でこの神様は富士山の、まあ、頂上にも祀られてますけれども、はい、基本的には富士山本宮浅間大社っていうね、はい、富士宮にあるその本社があるんです、浅間神社。はいはい、で浅間神社って浅間って書きますけど、まあ、火山のことですよね、はいはい、火山の神様。でその火山の神様の主祭神が、まあ、木の花咲夜姫なんですよね。はい、で木の花咲夜姫がなんで、その火山の神なのかっていうところを、は、まあ、理由はあるんですけど、はい。まあ、恋愛で考えるとしたら、はい。どちらかというと、まあ、いい面悪い面あるので、いい面を言うと、はい。富士山本宮浅間大社って、境内に湧玉池っていう湧水があるんですよ。はい。でちょうど千年前の雪解け水がこう、下から上がってくるんですよね。はい、はい。でそこの水がすごくなんていうんですかね、軽いっていうか、うんうんうん、ま、飲んで軽いわけじゃなくって、その場所にいるだけで気持ちが軽くなってくるんですよ。はい。で多分すごくこう重い気分とかそういうものは全部その軽く飛ばしてくれるように、なんか上に上昇する力みたいなものがあるんじゃないかっていうぐらい、その湧水が軽くこう、イメージとして蒸発してるみたいに。うーん、してるわけじゃないんですけど、湧水ってなんかこう、上昇する感じの軽さを持ってるんですよ。はい。まあ、水素水なのかもしれないですよね、そういう意味で。はいはい。で、そういう軽さが、結局その、重かったり、こう、鬱っぽかったり、ネガティブなものを全部吹き飛ばしてしまう効果があるんですよね。で、女性がこういう明るさというか軽さを持ってると、すごくこう、付き合いやすい人っていうかね毎日一緒にいても明るくて 楽な人じゃないですか、はいはい、いろいろうだうだ言わないし、はいはいはい、口ばっかり言わないし、はいはい、すごく、気持ちいいですよね、一緒にいて、はいはい、でそれが、まあ、桜の花びらが舞い散るみたいに軽いイメージでだっていうことなんですよ。桜の花びらもこうひらひらとこう、はい、舞い降りてくるじゃないですか、はい、近くに、はい、で、あれはすごく軽いから、こう、ゆらゆらと降りてくるわけですよね。はいはい、でその感じが、この湧水と似てるわけですよ。なるほど。うん。で、そのぐらいの、結局、これ性格のことを言ってるんですけど、うん、この花咲夜姫というのは、ニニギノミコトという、はい、
アマテラス大御神の、はい、ま、孫にあたる方ですね、うん、はい、あの、ま、神武天皇の4代前の方なんですけど、はい、初めて高千穂に降りてきたって言われている、日本に降りてきたっていう、はい、アマテラス大御神のご子孫の方なんですよね。はいはいはい。孫さんなんですよね。はいはい。で、まあ、王になる方ですよね。はい。その方のに選ばれた人なわけですよ。はい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 、はい。この花咲く愛媛は地元の方だったんですね。はい。で、鹿児島の浜の、浜に行ったところを見染められて、はい。王家になるんですよ。はいはいはい。で、それはなぜだったかっていうのが、はい。の妻としてふさわしい理想の方だったからなんですね。へえ。だからこれは、あの、妻に選ばれる女性の条件を型で示していて、うん、まあ、選ばれるナンバーワンの一番なんか、綺麗で優しいみたいな、美しいっていうふうに古事記では表現されているけど、うん、はい、多分その性格の問題だと思うんですよね。なるほど。でそれが、まあ、あの、そういう女の人を選びなさいっていうか、うん、妻の代表的な理想像なので、うん、妻はこういう人選ぶといいですよみたいな感じで、うん、この花咲く愛媛は代表的にこう選ばれた女神になってるんですよね。なるほどね。はい。面白いですね。そういう意味で、この花咲く愛媛が素晴らしいっていう理想像があるので、うん、あの、富士山本宮浅間大社、ね、うん、富士宮にある富士山本宮浅間大社に参拝すると、うん、選ばれる女性になると。ああ、なるほど。結婚できる女性になれるご利益があるんですよ。あ、なるほどね。ってことになるの。だけどそこはもう、湧水がすごい大事なので、そこ2時間ぐらいはたたずんだ方がいいですね。それでお水を飲むと。はい。お頭のお水を飲むと。はい、そうすると、まあ、近づくとは言われてるんだけど、はい、一瞬それを体感できるんです。一瞬ですけどね。はい、はい。うん、神社って大体ちょっとその瞬間をすごいこう感じちゃうんですよ、誰でも。はい。家に帰ると戻りますけどね。でもこの体感、一瞬の体感がすごい大事で、あ、なんかこの花咲く愛媛の感じ分かった気がするって、一回感じると、なんか目指すことができるじゃないですか。あ、なるほど。はい。そういう意味で、まあ、あの、やっぱり人気があるんですよね。女性に人気のある女神ナンバーワンなんですよね。で、一方でね、お姉さんがいらっしゃるんですね。あの、はい、兄弟で、岩田姫っていう方が、人気が、はいはい、ないって言えばない神様なんですよ。はい。で、この神様は岩長姫っていうぐらい岩がつくぐらいですから、はい。重くて凝り固まった感じのイメージを言ってるんです。桜の花びらった岩ですからね。はいはいはい。重いですね。そう。でもこれってキノコと言ってるから、性格の明るさと性格の暗さのこと言ってるみたいな感じです。ずーっと言ってて、ずーっと執着して、ずーっと言ってると凝り固まって石になっちゃうよみたいなね。うん。でそういうことで、その、醜いっていう表現をしてるんですよね、古事記の中では。うん、だから、そういう性格の人は、はじめ、岩永姫は、ニニギノミコトにお嫁に行ったのに、返されて、この花咲く愛媛が選ばれてるんで、なるほど。対比をこう、表してるんです、神話の中で。ああ。岩永姫は、富士山の、あの、浅間大社の、北口の浅間大社から登って、ちょうどその、はい、川口湖方面からの浅間大社には、はい、あの、浅間大社じゃなくて浅間神社でちっちゃい神社があるんですけどね、はい、その神社には祀られてるんです、はい、でも結構人気で、はい、あの、金運神社とか言われてたりするので、はい、岩永姫の神社もすごくこう大事な神社ではあるんですよね。やっぱ石とか金とかそういう鉱物の意味もあるので、はい、ああ、この神様があの良くないっていうふうに、あの、古事記とかでは言われてるんだけども、はいはい、もっともっとこう深掘りしていくと、いろんなこうやっぱ意味があるわけですよね。はい。はあ、やっぱり明るいくて、すごい性格のいい人は妻としていいんだけど、はい、結局その岩の人が、じゃあ性格悪いからダメかっていうと、うん、人間性までは言ってないですよね。この人だっていろんなことがあるからそうなってるかもしれないわけですから、うん、でそういう意味でなのかわからないけど、その火山の下のマグマの部分、のエネルギーは岩永姫のエネルギーって言われていて、うん、よくその阿蘇山のね、地下のマグマの部分は岩永姫がいるっていらっしゃ、いらっしゃるとか言われるんですよ。はい。で、それは、あの、永遠の命を司るっていう役割があるんですね、うん、岩永姫。うん。だから、その、妻として選ばなかった人が、うん、あの、実は永遠の命を与える神があるわけですよ。なるほど。
ニニゲの御事は岩永姫を返したから短命になったと。あ、そう、長く生きれたのに、この花咲姫を選んだから短命になったって言われてるんですね。その逸話から来てるのかわからないけど、岩永姫のエネルギーっていうか、その能力はすごいわけですよね。永遠の命ですから。まあ、岩はずっと残るじゃないですか、石は。はい、はい、はい。だから、まあ、それも、反面としてありますよ、みたいなところで。そういう表面とか性格とか、要は恋愛で男の人に選ばれるのはナンバーワンだけど、うん、それだけが人生じゃないので。うん、うん、うん、うん。岩永姫に違ういい面があったっていうことです、ね。はい。うん、だからまあ、恋愛に関しては、やっぱこの花咲姫が人気があるけど、うん、全体的には命に関するので、うん、命、健康を考える人には岩永姫は人気があるわけです。なるほど。うん、だからこの兄弟だけでも、まあ、意外と有名ですよね、この。うん、うん。深いですね、でもね。うん。うん、二面性があるっていうのはなんか、二面性っていうかね、その、裏と表じゃないけど、そうさっき、だからこうやって神話ってなんていうのかしら、裏表とか、型とか、そういう、なんていうのか、そういうことを示してくれてるね。人のいろんな部分を、はい、いろんな側面を。で、話が健康にいっちゃったけども、まあ、恋愛で言うと、そう、古事記で一番幸せな女神っていらっしゃるんですよ。え、どなたですか？古事記の中で、はい、うまくいったご夫婦ってあんまりいないんですよね。ほう、みんな喧嘩別れしてたりとか。そうなんですか。いろいろあるんですよ。でも本当に終始ずっと愛されて、最後まで幸せだった方になってくると、はい、やっぱり出雲の櫛灘姫がダントツなんですね。初めだけは山田のオロチになんか生贄みたいにされて大変ですよね。うんうんうん、だけど、スサノオが来て助けてくれるじゃないですか。はい。で、スサノオの御事に助けられてからは、ずっと八重垣にもう囲まれたりとか守ってくれるわけですよ。うん。でも守ってっていう感じで、今度は、八重垣のある家を作ってくれて、うん、で、八雲山で歌まで読んでくれて、うん、妻を囲むために八重垣を作ったよ、みたいな歌がありますよね。はい。で、八雲山にも歌われてますけど、はい。で、スサノオの御事と櫛灘姫の子供たちが、どんどん、うん、こう育っていくっていうところで、うん、日本で初めて読まれた和歌もこの二人の愛の和歌だし、うん、出雲でその奥さんのために建てた菅宮っていう、まあ、菅神社ってありますけども、はい、ここも初めて建てた神社で、はい、ね、まあ、その後須佐神社って言って家族で住むところに移るわけですけど、はい、終始最後まで愛されてるんですよ。でもなんでそんなに櫛灘姫が愛されたのかっていうところに秘密があって、うん、なんかよく考えたら、櫛灘姫っていつもなんか何もしないヒロインみたいな感じなんですよね。うん、助けてもらって囲われて愛されて嬉しいわみたいな感じに聞こえるんだけど、はい、スサノオの神様はその前に天照大神に天上から追い出されて、はい、っていうぐらい荒ぶる神じゃないですか。はい、めっちゃ怖い人ですよね、よく考えたら、はい、神様としても。はい、でその人が急に好きとかって言って、こう、愛してるからって言って、優しい人になるわけじゃないですか。うんうんうん、うん。そんなことってありますかねっていうことなんですよね。うん。うん。よほどのですね、やっぱり、櫛灘姫の持ってるエネルギーが、うん、寛容で男の人を受け入れるような、うん、許容能力があるというか、うんうんうん、愛の深いものを持ってたってこと。うん、うん。だから、荒ぶるスサノオの御事も、受け入れられて、うん、幸せになったと。だから女性の愛の深さっていうものは、すごく幸せに関係してることを言ってるんです。なるほど、うん。そんなすごい大変な人でも受け入れちゃうっていう。あれ、僕も、ちなみにあれ、スサノオの御事っていうのは、まあ、荒ぶる神だったんだけど、一緒になってからは結構どうなったんですかね、まあんまり。櫛灘姫を守り始めますよね。あ、で、家族を作りますよね。で、それからはですね、国づくりを始めるんです。家族を守るために、自分たちが食べていくとこを作ろう、国を作ろうって言って、荒ぶる神が国づくりができる建設の神になるんですよ。あ、そうですよね。確か。あ、そうだそうだ。うん、で、大国主に至るまで、こう、出雲の布石を打っていって、で、大国主が来てからは、もう出雲は大きくなりますよね。じゃあ、その、
スサノオの持ってるエネルギーを社会の方にこう向けてったっていうか、世のため、人のために。なんか破壊の能力を建設の方に変えたっていう分、うん、その転換のところに、不思議なた姫っていう神様がいるんですね。うん、女神として、その男を変えた女神っていうか、まあ、めっちゃあげまんなわけですよ。それが、出雲の人には、その夕日のような寛容さを持つ女神ということで、うん、日の岬神社の夕日は、不思議なだ姫を表してるんじゃないかっていう、ね。愛の深さは夕日のようだったと。で、日の岬神社って天照大神が、まあ、太陽のね、女神なので、夕日を祀るってことで本殿にあるんですけど、はい、横にスサノオが祀られてるんですよ。うんうんうん、でそのスサノオの神社は夕日の方に向いてるんですよ。あ、そうなんですね。夕日が見えるようにちゃんとね、こう、90度に、アマテラス大神の方に向いてないんですよ。あ、そうなんですか。夕日の方に向いていて、その、夫婦がね、はい、夕日の時刻には、こう、向かい合わせられるようになってるんですね。この不思議なだ姫は結構、その、やっぱり、女の鏡みたいな感じで、やっぱり人気のある神様なんですけど、はい、出雲が縁結びでね、やっぱり一番有名じゃないですかね。はい、はい、はいはいはい。でも、こんなに幸せな、やっぱりご家庭と、そして、日本が生まれ、日本の国づくりをしたっていうところでね、一番いいご夫婦の例なので、縁結びになってるんだと思います。なるほど。うん。まあ、どっちもですよね。そういう女性を選びたい男の人にも、そういうふうに男性が自分の愛で変わってほしい人にもいい神社だと。で、まあ、この結構パターンがあるじゃないですか。生贄から助けられてからずっとこう最後まであるんでしょ、その家庭を作るまで神社が。はい。そうするともう八重垣神社は、その好きな人と一緒になりたい人は、絶対行った方がいいんですよ。うん、で、奥に鏡の池ってあって、はい、もう昔私も 80% 叶うぐらいまで言ってたんですけど、はい、恋愛成就ナンバーワンのパワースポットなんですね。へー。好きな人がいるならですよ。恋愛成就ってこう、はい、自分で好きな人の、と一緒になりたいって思う神社なので、はい、縁結びではないんですけど、はい、恋愛成就神社なんですよ。はい、でそこから、やっとその初めの信仰の時に菅神社なので、はい、子供を産んだら須佐神社なので、はい、こう夫婦の段階を追って参拝できるんです。なるほど。そうなんなんか一番うまくできてますね、なんかね。うまくできてるっていうか。うまくできてるんですよ。縁結びは出雲大社なんですよ。その、まだ相手がいないでしょ、出雲大社に行って、広く募集するんですよ、全国に。はい。出雲大社って、全国から来てるんですよ、番の人が。はい。なので、いろんな神社に回らなくても、出雲大社一つ行けば、全国ネットで探してくれるんですよね。なるほど。うん、そういう縁結び神社なんですよね。はい。ただまあ、縁結び神社なので、はい。カップルになったら行っちゃいけない神社でもあるんですよ。うん、うん、うん、うん。逆に。一人で参らなきゃいけない。一人で縁をくださいって言って祀るんですけど、はい、参るんですけど、はい、カップルになって一緒に参ったらダメなんですよ。よくね、感謝でね、結婚できましたって言って、お礼参りに行く人いるんですけど、はい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 、その後、喧嘩したりするんで、お礼参りも一人ずつこう、した方がいいかなっていう。結構、出雲大社ってね、大国主じゃないですか、すさむじゃないですよね、先ほどの、はい。大国主の奥さんはすせり姫なんですよ。はい、で、このすせり姫がスサノオの子孫で、はい、格が高いんですよ。はい。正妻さんなんですね。はい。ところが、アマテラスオミカミとスサノオノミコトの娘であるタギリ姫は側室なんですよ。はい。で横に祀られてます。なので、昔の携帯なんでね、一夫一妻制じゃないので、はい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 、はい。それが、出雲大社に全部祀られちゃってるので、同じ本殿の中に。うん、なるほど。はい。それが、夫婦で行っちゃいけないっていう、ことなんですけど、まあ、そこは気をつけて、ちょっと話がそれましたけど。いや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 、勉強になります。実話があるんです。うん。ちょっと一つ一つ長いので、あれですね。もう一つ、はい。じゃあ次の女神に行きますけど、はい。雨のうずめの女神ってご存知ですか？はい。はい、雨のうずめってね。はい。女優の神とか言われてるんですけど、はい。猿田彦の神の奥さんですよね。
はい。で、雨の鈿は雨の岩戸開きの時に裸踊りしたのが有名ですし、はいはいはい、あの天孫降臨の時は先方だったんですよね。はい、一番前に、立って降りてきて、はい、で、猿田彦と対峙した神で、はい、勇気のある神とも、あの知られてるんです。はい、で、この神様は、椿のお社っていう、あの、三重の神社に祀られているんですけど、はい、その中に椿獅子神社っていう神社があって、そこが雨の鈿の御事が祀られている場所です。はい、で、ここは、まあ、参拝するとっていうのは、その女神の力をね、やっぱりその、よく分かっていくといいんですけど、はい、じゃあその、天の岩戸開きもして、天孫降臨もした雨の鈿ってどんな力かっていうとね、はい、人前でやっぱり裸踊りできるぐらいの勇気がありますよね。天孫降臨の時も誰よりも一番初めに立って、はいはい、あの来たということで、もう物おじしないわけですし、すごく強い女神なんですよ、ね。はいはいはい、うん。で、それなのに猿田彦も落ちたっていうね、はい、ところで、まあ要はすごくモテモテの神だと思うんですよ。うん、で、自信たっぷりな感じ。うんうんうんなので、あの、まあ、女優の神って言われるゆえんですよね。まあ、この後ね、あの、雨の鈿は舞で人を癒す力もあったので、うん、それで女優とも言われてるのが言われてるんですよ。うんうんうん、全国をね、やっぱりあの、舞で表現し、舞で表現っていうか舞をして人々を癒していくので、はい、そういう力もあるんですけど、でも、そうは言っても、あの、みんなとは違いますよね。普通の人とは違いますよね。うん、すごい注目の的ですよね。そうですね。うんうんなので、やっぱり女優になって有名になりたいとか、うんうん、あと、みんなに注目されてモテたいとか、はい、あの結婚とかとはちょっと違うのかもしれないんだけども、はい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 、自分の魅力を最大限に引き出したい人が参拝したら、あの女神の気を分かるのかなと思います。なるほどね。全然分かるんでね、うん、体験できるんじゃないかなと思います。で、そういう感じで、ちょっと特徴あるでしょ、やっぱり女神。あ、ありますね。面白いですね。それぞれに合わせてこう行けばいいわけですね。古事記の中にある話をちゃんと読んで、うん、で、神社に行くと、うん、今度神社にも逸話がいっぱいあるんですよ、周辺に。うん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 、どんどん広がっていくんですよね、うんで。みんなそれぞれに妄想できるのでね、はい、の脳内で楽しいわけですよ、うん。で、自分なりの雨の鈿が出来上がるし、はい、自分なりのこの花咲く愛媛ができるし、はいうん、そうやってちょっとずつ吸収していく。で、私たちもやっぱり、いろんな分身じゃないですか。はい、そういう時系列で並んでるなら、はい、雨の鈿 30% とかね、はい、この花咲く愛媛 10% ってちょっとずつはエネルギー持ってるかもしれないですよね、うん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 、でその部分がなんかこう開いていくっていうことで、なるほど、あの女の人にはいいのかなと思います。また男の人もそういう人を引き寄せる力もね、うん、出るのかなと思うんです。あ、男が言ってもそういう人を引き寄せる力がある。だってあの見分けることができるようになるじゃね。この花咲く愛媛のあの感じとこの人似てるなと。ああ、そっか、そういうことですね。やっぱりタイプがね、うん、若い時ってお母さん似てる人とかね、うん、なんかちょっと思い込みもあるわけですよ。うん、でも年取ってくると、なんかタイプって変わってくるんですよね。うんうんうん、人を見る目が養われてくるんで。うん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 、でその時に、やっぱりこう女神の気を知ってると、うん、あ、この部分はこの花咲く愛媛みたいな人だなとかね。うんうん、あ、これはちょっと雨の鈿だからすごい強い男の人が向いてんじゃないかなとかね。うん、でもちろん応援してくれますよ、好かれたら女神に。そういうこともあると思います。まあでも、まあ、ぜひその今の、ね、なんか参考にされて、そういったその話っていう、今あのお聞きした話っていうのはあれですか、なんか赤月さんのブログ読んだりとか本を読んだりするとなんか参考になるのってあるんですか？そうですね。大体この本に書いてますよね。あ、このパワースポットに書いてるんですね。パースベビコムパワースポットってあの昔の本ですけど、はい、この本に大体神社が恋愛のところに載ってますので、はい、そこに、まあ、簡単なことは書いてると思います。はいはいはい。やっぱりそんなに詳しいことを書けない時に発売されてるんですよ。あ、はいはいはい。10年ぐらい前なんですけど、はい、あんまりこう、女神の名前も書けなかったりとか、はい、そういう時代だったんですね。はい、今はあの 何言っても大体許されるんですけど。はい。でも大体あの似てのことは書いてます。じゃあちょっとそれでその本を探してみて。はい。Amazon で。うん。興味があったらね。はい。昔の本なので。うん。ぜひあの古事記でね、妄想してね、神社に行って楽しんでもらえたらなと思います。まあでもね、ほら、朝日カルチャーとかで
ね、お話ししたりしてるから。そうですね、旭カルチャーでは毎年あの12月になると、うん、来年に行くと良いパワースポットって言ってもう15年ぐらい続いてるんですけど、あの来年に行った方、あのね、2021年は行った方がいいですよとか22年も行った方がいいですよみたいな形で、うん、なすときにその年に良い神社と神様の話はちゃんとあの詳しくするようにしています。はい、新宿ですかね、新宿の旭カルチャーカルチャーセンター新宿港ですね、うん、まあ、ぜひ、まだ興味があった人は、なんか調べてみたらいいんじゃないかなと思います。はい。はい。ありがとうございます。今日は、なんか貴重なお時間ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございます。